動画制作担当アンズです。今回はリクエストより水溜りボンドさんのオープニングとエンディングを作ってみました。こちらはこの間登録者数400万人超え記念でリニューアルされたバージョンを参考に作っています。すごい恥ずかしい話なんですけど、私世間に疎すぎてあんまり YouTuber 会話のことわかんないんですよね。で、今回のリクエストで初めて水溜りボンドさんのことを知って動画を見たのですが、めちゃくちゃ面白いですね。よくある YouTuber にありがたいヒヤーみたいな気違いハイテンションな感じじゃなくて、淡々とテンポよくクスッとくる感じがすっごくいいですよね。だがここで問題が。水溜りボンドさん、4年間ずっと毎日投稿されてるおかげでどの動画を見たらいいのか全くわかんないんですよね。もしよければおすすめの水溜りボンドさんの神回をコメントで教えてくれるとすっごく嬉しいです。よろしくお願いします。それでは今回はここまで。次はこの演奏の作り方を解説します。それではどうぞ。リピーターを使った演奏回路を作りましょう。最初にブロックを置いてボタンをつけ、リピーターレッドストーンの順番で並べます。左にレッドストーンを10個置きます。レッドストーンの左端と真ん中から上に向かってタンクリックリピーターとブロックを交互に置きます。ブロックは4個置いたら種類を変えます。ファイルを追加する場合は右にレッドストーンを10個置き、右端からもタンクリックリピーターとブロックを交互に置きます。ブロックの右にレッドストーンを置き、ゼロクリックリピーターを3個置きます。リピーターの間に音ブロックを置きます。音がない場所は別のブロックを置きます。音ブロックは数字の量だけクリックします。色は音ブロックの下に敷く地面の種類を表しています。白は石ブロック、黄色は砂ブロック、明るい水色はガラスブロック、暗い水色は骨ブロック、明るいオレンジは木ブロック、暗いオレンジはウールブロック、明るいピンクは金ブロック、暗いピンクは境界ブロック、明るい緑は草ブロック、暗い緑はレンドブロックです。実装されている楽器が少ない場合は白、黄色、明るい水色、明るいオレンジはそのままで、残りは草ブロックを使います。最後にボタンを押すと演奏が始まります。次は今回の曲の設計図を表示します。動画を一時停止しながら作ってみてください。長い夏休みに音ブロックを使った演奏作りに挑戦してみませんか？みおとチャンネルでは土曜日曜の夜20時に動画を投稿しています。チャンネル登録はこちらから。リクエストをしたい人は曲名、歌手名、そしてマイクラ、フォートナイト、マリオメーカーのどのゲームで作ってほしいかを書いてコメントしてくださいね。本日の担当は時熱アンズでした。熱くて溶けるわー。